皆さんこんにちは、カルティビーの青春と海外です。イエーイ。はい、ってことで今日はゲームがいっぱいあるんですよ。こういう人生ゲームだったり、あのオセロとかウノとかそういうのがいっぱいあるんですよ。それで今日は海外とどっちがゲームが強いのか、久しぶりに対決ですね。久しぶりに対決、はい、それは3本勝負したいと思います、はい、どっちが本当に強いのか、まあ、俺はケチョンケチョンに海外をしてあげたいと思います。よっしゃ。運ゲーもあるんですよ。こういう危機一発みたいなだったり、まあ、カード本当に実力だったりするんで、知能的ですからね。今から3つ決めます、はいはいはい、第1戦、どうするか、知能書全手先読めるんですよ。ボコボコにしてあげます。なるほど。最初はグー、ジョギー、ボーイ。よし、先行、後攻、先行、強気でいきますから、ドーン。嘘でしょ。あ、ルール知らない。オセロのルール知らない。分かってますから、そんなの。あえて、はい、そう置いていきますよね。僕読めました。ここどこにも変わんない。真ん中を置くと、はい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 、そう置きますよね。分かってましたよ。あ、いいんだね。いいんだ。うん、強いですからね。どこにも、もう先読みますから。どこ反発してたいな。読めた。なんて嘘。ここですね。いや、もうこれ勝った。勝ちのルートが来ました。もう見えた。はい、すごい。いや、すごい。よいしょ。絶対勝った。見えましたから、僕の天才的な能力によると勝てなくなります。置く場所がなくなってくるんです。次から次。待って、置く場所はまだ全然さ、もうてます、ね、アナス、シュン君の頭のアナス、アナね、やべえとかいう嘘をついてくるんですよ、こういう時。あ、そういうことね。そういうことですよ。弱ってるなって考えらしいです。あ、ありがとう。オセロは感覚派だからさ、タイガが置いたことによってそこで本能で、シュン君はここをもう取れない。大丈夫だよ、取れるよ。取れる、取れない。タイガー勝ち、はい、これでまあ勝ったら作戦授けようか。作戦タイム。なんすか、強い作戦教えてくれるんですか。コーヒー機、待て、なんか秘密兵器あるんですか。で、ここで裏企画が始まります。今は本当のやつはドッキリです。俺がだんだん白くなってきます。タイガーはそれ気づくの、どっち気づくのか検証してみようと思います。ドッキリです。イエーイ。ドッキリです。イエーイ。あれ？ちょっと変わってる。お、チークみたいなものになってきてると思います。それじゃあ皆さん1回目なんで、ちょっとあんま分かりにくいんですけど、これとこれを塗りました。画面じゃあんま分かんないんですけど、こういうのを、はいはい。よっしゃ。これは勝てましたね。もう今、考えてるうちにやらないと。何の話したの？え、この必勝法っす。逆にそれ以外にね。それはちゃんとしたルールに基づいての裏技。もちろん。バーンとかじゃない。そう、絶対ないです、絶対ない。え、今ちょっと読めたんですけど。いや、違うっす。もう負けっすよ、なんか。取ってきますよね、そういうとこ。読まれてんだもんね、俺の気持ちね。あげないと。絵画のとこ真っ白にしちゃうよ。待って、お手つきです。お手がひっくり返しましたね。僕買ってほしいですよ、ね。ダメです。多めに打ってもらいます。エコーヒー来た、すごい。待って。カットで。来たー。渡す。こういうこと分かってきた、分かってきた。勝てる、これは絶対勝てる、間違いない。盲点。こっから暗黒に染めてあげます。うわ、難しい。置くとこかな。実際にこういうことはやっぱ僕ってできる子。置くとこかなですよね。ここしかないですもんね。いや、置くとこが俺ないんだもん、ね、そうなんですよ。それを作るって指示した。ですよね。
完璧にそうでしょ。本当にそんなことからすげえ感動してる。楽しませたいって言ってみちゃうんですよ。でもここ撮ってもいいんですよ、別に僕。寝返ったありました。ちょっとあの一つ話ですけど、昨日コンビニ行ったんですよ。商品やる前に最近の気になって家で商品探し終わったんで、最近結果、全身、白、29、黒、35、タイガの勝ちです。ははは、ザッコ。はい、2戦目は黒ひげ危機一発です。いやー、久しぶり。何、なんかあるらしいでしょ。はい、見てこいよ。はい、いいんすか。じゃあ逆に行っても。あ、行ってきていいよ。こんなんあります、これ。運ゲーなんでね、そんなないから。え、マジで俺もう一回聞きに行くんすか。絶対嘘。でも、これチーターのカットしてください。はい、聞きました、皆さん。チーターのカットしてくださいって言ってました、あの子。はい、ということで、ちょっと顔に白塗りで塗ってきました。やばくないですか、皆さん。明らか違くないですか。やっしゃー、これは勝てるぞ。絶対勝てる。いきましょう。いいですね、アメリカでやるしょ。はい、じゃあグーチェック。いいですね、さっきのやり方で。これはね、これ穴覗き禁止と二度出し禁止らしいですよ。言うとこだ。あかんあかん。ちょっと聞きたいことしといてください。まあ僕はこれ今回も勝ちます。飛ばした方が負けでしたっけ。飛ばしたら勝ち。よし、飲んでいきましょう。はい、いいっすか、見て。よく見て。へぇ、嘘でしょ。どんなもんじゃ。嘘でしょ。え、これ勝ちっすよね、僕。勝ち。嘘でしょ。え、でもこんなこことは聞いてないですけど、穴でなんか穴の形で分かるみたいな。まあちょっとここからちゃうなって分かったんですよ。いや、まあいろいろ授けたんで。知らねえや。次ジェンカ勝ちゃう。さすがに一生方がない。うん。皆さん勝ちました。やばくないですか。やばいっすよね、絶対これ。やばいっすよね。ジェンガの必勝法も教えてください。うん。3戦目はジェンガです。いこ。作戦に渡す前提みたいになってる。いいですか、シュンカル。ちょっと言っていいですか。下手くそすぎません。皆さん、はい、ここで多分タイガくん、僕がこれをなるのを知ってます。知ってます。2戦目からおかしかったです。顔全く見ない。ここ来てから顔全く見ない。あの子は下手すぎます。分かっちゃいました。なんでむしろめちゃくちゃ白くしてやろうかなと思って。あいつの下手さを皆さん見ててください。はい、ってことで3回目の方はこちらになっております。どうですか、皆さん。絶対俺の顔見ないですかね。ちょっとでも笑うんですよ。笑うけど絶対に顔見ない。最初グーチェック。よし、成功。こういうこと、こういうこと、こういうこと。はい、しゅんくんですよ。うわナイス。おー、危ない。顔汚いんだからさ。顔汚い、どいで。秘書をしてます、これの。秘書をしてます。おー、汚い。え。なんで、なんで、なんこいつ、なんやこいつの。はこのタツ知ってたん、これ。え、マジか。汚いんだよ。なんかこれ、カオスすぎん。おい、ふざけんなよ。おい、それ先に言えよ。おい、ふざけんなよ。バカと乗った。ちなみに、スリシュンは今ついた。待って、旦那白くしてた。旦那黒くしてた。これ、一切2段階気づかなかったけど。あれ、2段階何になりました。え、もう白。え、あの、白は強いっすわ。知ってました。いや、わかんない、黒いもんだって、もともと。顔汚れてるんだからって言ってたの、自分に。うん、今黒の気づいたやつですか。いや、この隣に座ってから。そっから俺もなんか、あの、企画をさして、あーあーって思いながらずっとお互いにやるんかと思って。ドッキリじゃないですよね、モニタリングですよ。どっちが先に気づいたのかっていう検証でした。え、
身が先に気づいた検証結果メフシャラの人なんだけど俺めっちゃ悪口しましたからなあっちでやばくないですかこの茶色も気づかないってメフシャラっすよねメシ俺2回目やばかったよねマジっすかえ僕めっちゃ近づいて見てましたよねじゃあカイがお前俺の顔見ないから見ててくださいって絶対知ってるんでって俺ずっと話してたで3回目来たらこれだったから待って俺ら2人とも待ってねオセロやってる時からね2人の顔オセロだったんで黒と白だもう俺白って聞いたからじゃあ俺白だと思ってた私真剣に引っ掛けだろうと思うから顔見たらあかんなと思って彼が2回目下手くそすぎやなずっと笑ってるやんそうそうでも全然じゃあ僕だってあれ察してあれも秘書なんて聞いてないのかな一発で言ってたら秘書うまくいくやんねバカでしたバカでしたはぁしんろみんなも来るんですよはいということで今日の企画はこれで終わりますせーの See you later! バイバイ バイバーイ